パパゆずらのパパさんです。ごたろうです。たらへいです。今日はここ埼玉県秩父郡にあるアンチェインズに遊びに来ています。イエーイちょっと今日時間をしてるんでちゃっちゃと決めてもらいたいんですけど、あ、そういったことあるんですけどなんですか、はい、押してるってきょうちゃんが靴忘れたからだ。やべえ、靴がサンダルだった。道の駅やった時にさ、ちょっとさいつもと違うなって思ってたけど、言ってよ、だって持ってたと思ったその時だけサンダルだと思ったんだもん。やっちまったよ。いや、先日靴をね2つばっか買ったばっかりなんだけど、3つ目無事購入。早く何してんだ、早く準備しろよ。俺たち忘れてたら地獄だ。君たちが忘れてたら多分きょうちゃんは何しに来たのめっちゃ覚えてるね。今日何か挑戦したいってことある人、はい、はい、どうぞ。レール頑張ります。ダウンレールね、いけそうだったら頑張ります。行きましょう行きましょう。何か言いたいことある人、はい、はい、どうぞ。トレフリップ初メイクできました。ショートでも上がっているから見てくださいね。ここの動画見てください。あれ、カネヘイさんフラットのできないです。脚力ないんでできないです。やっぱり小太郎さんの方がうまかったってことになりますけど、いやでも僕脚力ないからしょうがないんですよ。だからできないってことでしょ。うん、だって脚力ないもん。だからできないってことでしょ。だから小太郎の方がうまいっていうことでいいんですよ。だって中学生でしょ、中学生で脚力がないから小太郎の方がうまいってことでいいですよ。中学生じゃん。だから中学生だけど、中学生だから脚力強いじゃんって話。強いじゃん、だからうまいってことでいい。だって脚力強いだけにうまいっておかしいです。じゃあポレ持ってるんだよ、クラップで。でも実質本当は俺小太郎より速くなってるし。フラットでトレ乗れるんですか。フラットじゃなくて乗れないんですよね。でもじゃあ小太郎さんの方がうまいっていうことで。でも実質乗った方がフラットのだからフラットじゃなくて乗れるか乗れないかって言って、乗った方のはカナトのが速いってこと。でもフラットで乗れるのだからそういうことじゃなくて、日本は通じない。いやいや簡単なことじゃん。フラットでトレフリップ乗れる人、はいはい、ほらやっぱりどうっていうことでいいですか。じゃあ乗れた人、それでは早速滑っていきましょう。スイカ減るよう。スイカ久しぶり。 BBC 以来だね。ロックンロールやったことある？あそこでない。ない？一緒にやろうよ。いちょっとね、もう浮きましたね。リンクやるって言ったよね。よしやろうって。おおおお。ああ、いけるいけるいける。これは。ロックにしよう、ロックに。ロックに落ちる。立ってる。マジで立ってるから怖い。じゃあインターベイキーとロックンロールどっちなの？あ、インターベイキーなの。あ、じゃあインターベイキーかどうか。もうなんかどっちも嫌なんだけど。選んでいいよ。リンかロックンかインターベイキー。ロックン。来て。事故りそう。じゃあここで待ってるね。転ぶんじゃねえぞ。絶対転ぶと同じだ。気合入れて乗った。もうない、次乗れる。大丈夫。本当にロックンロールできるの？できる。ちょっとここでやってごらん。ああ、戻ってきて。じゃあ最後。いいよ。ラストな。初おめでとうございます。おめでとうございますでしょ。じゃあ捨てやろうぜ。あそこフリップしまくね。だってあそこ最後斜めになってんだよ。みんなやってるじゃん、そこで。できない理由を言うんじゃなくて、どうしたらできるかを考えるっていつも言ってるやん。やったことない人とかやりたくない人はやんなくていいから。勇気持って挑戦するっていう人だけ。オーリーじゃダメなの？まずオーリーからいこうぜ。できるっていうか。え、一番最悪なのはどうなるのが最悪なの？僕がね、これなんで出しちゃったんだろうね。さすがじゃないですか。いいやん。ダウンレールの撮影は一番最後でいいんだよね。怖い。だからダウンレール怖い。マジで。あってさ、あれさ、怖い。一回できるようになれば全部のパーツでできるようになる。でもその1回までが怖いの。分かる分かる。そこの富士山で3の無理できない。早いな。地ビール練習してないもん。あれ好きじゃなかったっけ？それはかまぼこの3だ。富士山からかまぼこに行く3。すいませんでした。普通のエアリー。うにょうにょ言うのかと思ったらいけるって言った。こっちグラブでお願いします。いいんで。何でもいい。何がいい？じゃあいいんで。パパイユー。もっとこっちに行かないと。でも回れた。よかった。よかった。あっちにいなくてよかった。カナとやってごらんっつってベトナムできてるんだからできないわけないよ。でもステージちゃかったら取れない確率は届いたとしてもどうまではいいのかカナとでも理解できない。あ、くそい。完全貸し切りタイムになりました。あいいねいいねブーブラ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 おーおーいけー全然ビビっちゃって遅いかな。ここまでだっつってんじゃん。ここからここまでだっつってんじゃん。早く決めて。頑張ってる。おお。惜しい。あいつ惜しかった。粘った。絵になるのに、よすげえ、スイカすげえわ。ナンバーワンでした。よっしゃ。よっしゃ。間違って逆にしたら相手死ぬからね。ヘルメットで相手の頭がゴーやったら。叩いて頑張ってじゃんけんぽい。叩いて頑張ってじゃんけんぽい。あいこでしょ。あいこでしょ。叩いて頑張ってじゃんけんぽい。じゃんけんぽい。じゃんけんぽい、はい、くんちゃい。何が折れた？つま先の骨。つま先の骨折れた？かもしれない。オッケーオッケー。どんな？頑張ろうぜ。バイやりましたね、あの辺さん。2回連続成功でクリアだから。きつい。あと1回決めれば。あと1回の。あと1回、いいね、いいね。やりました、3回目。じゃあ、いよいよダウンレールのお時間になりました。やっとラスボス来ました。ダウンレール怖い。1回目が手持つ近くで見ると入れそう。泣くのなしに泣くのなしにしよう。せっかくほらせっかく今日クリアしてるからさ。じゃあ一体どこならダウンレールできるんですかっつう話になるわけ。入るだけでいい。最初からできないイメージだったら本当に最悪なことになるから、もう本当に乗るつもりで結果逃げてミスってもいいから。結果が怖い。これは優勝しかできない。最悪なパターンやって。それ上からグンってなってからね。嫌だ。待って。横から見ればさ、本当に低いじゃん。こっちから見ても。めっちゃ低い。このね、スケボーいらないから足でピョンって乗ってね。やだ。ピョンと乗ってこないよ。かわいいし。階段が怖い。階段なんか関係ない。ずれてこっちに逃げたら階段じゃん。いや階段なんかに行かないって。だってイメージしてごらん。ここで合流したらどこにできかかる。そんな手前にかかんないでしょ。今どこで合流したのよ。そこで合流したらそうでしょ。少なくとも、もうそこ行って、入って、すぐ逃げたら、入らない。そういって横になんて来ないじゃん。前にスピードが出てるんだから、前に行くじゃん。ほら、めっちゃ綺麗にいったやんか。丸じゃない。丸じゃない。丸じゃない。いつも丸だ、丸だ、丸だ、文句言うじゃん。じゃあ、分かった、50でいいよ。50でです。ここで。ここで。大丈夫大丈夫。あと残り3つあるから。今映像見たけど全然高いからレールよ。え？横から見たらもっと低いかも。じゃあ横から取ってあげるから乗るつもりで応援してもらおう。高かったよレールより。あとはレールにかけたときに前にだけ積み込めないように。それはダメやめとくか。でもママだとレール入って。どのレールのこと言ってたの。レールってあれもこれじゃないの。この鬼軍曹言ってたのこのレールじゃないの。あのダウンレール入ってこいってさ。うんってことはもうカラトはできるっていうことだよ。あとママの鬼軍曹がさできないものをやってこいなんて言わないから。カナタもうできるから、あとは勇気だよってこと。でもそれで怪我したらさ何の責任ないの。それはスケボーだから怪我はするよ。だってあんなにうまいねみんなだって怪我して怪我はしちゃうんだけど、もしそれで怪我してそれが無理だったらダメじゃん。できるできる。これまでそうやって乗り越えてきたじゃん。数々のボスたちをバーシカルも倒したし。でもできてないレールとかあるじゃん。ちょっとずつ倒してこうぜ。気づいたらもう全クリしてるから。それで足滑らしてチーンってなる。じゃあちょっとあれはやめとこうか。でもママ入ってこうって言って絶対怒るもん。レールがじゃあなんか違うのやりますか。小太郎さんどうするの。サブロックキックいいっすね。レール怖いよな。じゃあせめてさフラットのレールやるってどう。バックとフロントと50までやっちゃうから。50まだ丸レールできない。前それで背中から落ちて頭打ったの。しかもちっちゃかったじゃんここレール。でもでかいのあったじゃん。ちっちゃいのだよ。でかいのこれでかいフィーブルダウンレールもキュンキュン言っててください。まだいました。おめでとうございます。やりました。もう一回乗りましたよね。もう一回マシーンって。おめでとうございました。時間もギリギリ残り15分でね、バッチリです。お疲れ様でした。クマンカップです。お、いい位置。うわじゃ帰るかカナペ。もう7時だ。エンディング撮ろう。トレだってできたし、あとトレだってできたじゃん。はい。あとロックンロールあった。分かった。あと5分あるからバリアルやろう。どうしようがないよ。やんなかったんだもん。できないよ。あとできないこのダウンレール。ダウンレールは NG にすれば、ダウンレール NG スケーターになればいいじゃん。いたしませんって。パパに怒られる。鬼軍曹なり怖いの？ちゃんとやったけど怖かったって言えばいい。でも怒られる、もっと怒られる。大変だね。鬼軍曹とキョウちゃんどっちが怖いの？パパとママどっちが怖いの？パパ怖い。一番この世の中で怖いのは誰？パパ。美味しいもん食べよう。食べる気ない。はい、お疲れ様です。アンチーンズどうでしたか？俺初トレ乗れました。おめでとうございます。どうでしたか？レールできなくて泣きました。ドンマイダウンレールは怖い、はい、でもさっきね、小太郎いいこと言ってたよ。怖いって思ったら恐怖心が増していくだけだから、行くって決めるか行かないっていう決意を決めなきゃ、もうずっと怖い怖いってなって行けない。無理に行っても怪我しちゃうから、やらないんだったらやらないって決意決めた方がいいと思います。その通りだと思います。きょうちゃんもでもワンチャン行くと決めて、アダマスのゆうせい君みたいにやばいことになる時もあるのがスケボーです。楽しいよね、スケボーってね。はい、じゃあまたどっかのパークで会いましょう。バイバーイ。いいですか、イオンのお惣菜コーナー。夕飯マグロの柵。きょうちゃんのお友達がいつも全国行って美味しいもの食べていいねって言ってるわけよ。ご当地の何なんてほとんど食べたことないよね。かなへいさんはスーパーで買った佐藤のご飯とお醤油がないお醤油がないマグロの柵。夢だったんでしょ。硬い。ここはここが硬い、筋のとこが。ちょっと辛くない、かなへいそれご飯。うん、味がいない。そうだよね。あ、人ごとみたいに笑ってたけど、最悪や。かなへかなへ。醤油もらってきて。あ、聞きに行ったのもう、うん、フロントにお弁当のソース、きょうちゃんのお弁当のソースをそれに使うって話、うん、じゃあきょうちゃんのお弁当のソースはどうしちゃうのソース使っていいかな。大丈夫だって味ないじゃん、マグロ。きょうちゃんかわいそうだ。大丈夫大丈夫、もうしょうがないよ、これしかないんだもん、タレが。醤油と思って食べればさ、きょうちゃんの本当はタレだったやつだからね。ちゃんと感謝して、きょうちゃんの。本当にしてる？してる。まずくてもちゃんと感謝してよ。何これ？何ソフトクリームってお前さ、俺髪についてるソースがどうなの？美味しいけど。美味しいの？うん。けど噛み切れない。しかも米カチカチになって。なんでそんなご飯にしちゃったの？今日取れ高じゃねえから。嘘つけよ、関係ないだろ。硬くて食い切れない、噛み切れない。ごちそうさまってこと食べれる部分を食べようかなって思って。食べれないからごちそうさま。きょうちゃんのソースなんか無駄になってねソース全部使わなくてもよかったよな。半分ずっこにすればよかったよ。何全部使ってんのもっとそれ早く言ってくれればいいじゃん。なんか小太郎だけなんか一番豪華な気がする。今思いついた、これを一個あげようか。何多分投げるの嫌だな。なんかしないかな。何がいいかな。じゃあその割り箸を鼻に入れて鼻に入れてウェイって言ったらいい。言ったじゃあいいそしたらこの見てお肉だよ。ここのソースかければ完璧にもうそのご飯美味しく食べれる。じゃあいい、うん、ただで1個だよ。この弁当にすればよかった。それか寿司。こうやって成長していくんだよね。冷蔵庫からこれが。さっき噛んだ。噛み。おかずにはならないっていうさ。こんな時間にさ、夜ご飯を食べるからブク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 太るんじゃないの？YouTube 始めてから11キロ体重太ったんですけど、君たちがメイクするのが遅いから帰るのが遅くて夕飯が遅くて、きょうちゃんが大きくなってっちゃうんじゃないの？寒いわけないだろ頭乾かしてるね何よそんな。きょうちゃんかわいい。きょうちゃんまだ寝ないもんだって。まだ書いてないよ。ちゃんとだって。まだ寝ないから。今70点。今80点。あ、95点。濡れてるじゃん。触ってこない。濡れてたでしょ。ほらそこ、ほらそこ。95点。何勝手に終わってんだよ。100点になったのから。何一回。96点。濡れてるじゃん。お、後ろ向いてもらう。100点でーすあー気持ちいいこれは気持ちいい。絶対ふにゅふにゅでしょ。群馬県で一泊